皆様、よくお越しくださいました。私、里見リオンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様は心霊スポットへ行かれたことはございますか？いつの間にか聞くようになった地元の心霊スポットは、大抵は行っても何もないものですが、稀に当たりが潜んでいることがあるんです。私が東京へ上京する少し前の出来事です。幼稚園の頃から小中高と長い間一緒に遊んでいた友達がいまして、ある日、そのうちの友人の近藤くんと高野くんと私の3人で出かけていたんです。夕方、日が落ちかけた頃、車を運転していた近藤くんが、心霊スポットへ行こうぜ、と言い出したんです。今までこの3人で心霊スポットを何箇所か回っていたんですが、何かを見たり、不幸なことがあったりなど、特に何もなかったんですよ。この頃、とある心霊スポットの噂をよく耳にしたんです。そこに行こうということになりました。その心霊スポットは、埼玉県吉川市の広い畑の真ん中に、一軒だけポツンと立っている2階建ての古い家です。県道沿いに畑が広がっていまして、畑の入り口の砂利道に入ってすぐに、その民家があるんです。以前この家の近くを車で通過した時に目にしたことがあるのですが、妙に気になっていて記憶に残っていたんです。噂を聞いて、ああ、あの家か、とすぐ分かったんです。その民家の家について、車から私たち3人が降りると、おや？玄関が開いてるではありませんか。鍵がかかっていないどころか、玄関が開きっぱなしになっていたんです。誰か来ていると思ったのですが、日が落ちた家に明かりがなく、懐中電灯の光もありません。誰かいる様子もないんでね、自分たちよりも先に入った誰かが入るとき、開けっぱなしで帰ったのかなと思って、気にしないで玄関に入って、で覗き込んだんです。誰かいますか？特に返事も物音もしない。いないぜ、と近藤くんがずかずか入っていったんです。続いて私と高野くんが入って、1階の和室と台所を見ましたが、荒らされている様子もなくて、引っ越した後のようなすっきりした部屋でした。なんもねえな、と近藤くんがつぶやいて、私が2階行こうか、と言いました。2階上がろうとしたとき、高野くんが真っ青な顔をしてるんです。俺帰るわ。帰りてえわ、と言い出して、体が痛い、と言ってて、こいつ熱出たのかな、と思いましたね。近藤くんが、こいつ送っていくわ。もう帰ろうか。と言い出しましたが、私は2階が気になってどうしても見たくて、残って上見てくるって言ったんですよ。近藤くんが、じゃあ送ったら、また戻ってくるわ。と、二人は車で出て行きました。高野くんの家は車で10分もかからない距離にあるので、一緒に行って戻ってきても大して変わらないんです。もし風邪なら移されるのも嫌なので、自分はついていかずに残ることにしました。今まで心霊スポットへ行った時も、車で買い出しなどに行ってる間、残って探索したこともあったので、いつものように残ったんです。特に怖いという感じがなくて、今まで回った心霊スポットの方がよっぽど怖かったくらいです。それらも結局何もなかったので、気にせず2階へ上がっていったんですね。階段を上がると、目の前に襖で閉められた部屋がありました。
そのすぐ横は収納の扉。私は、あれ?と違和感を感じたんです。一階はドアや玄関が開けっぱなしになっていたのに、二階はちゃんと閉まっている。まあ、おかしくはないのですが、その時は襖が閉まっていることが妙に気になったんです。少し気持ち悪さを感じながらも、ゆっくりと襖を開けると、窓から差し込む外の光でうっすらと部屋の中が見えます。何もない綺麗な和室でした。一階の和室のように、引っ越した後のような何もないすっきりした部屋でした。奥にまた襖が閉まっていまして、隣の部屋へはこの襖で仕切られている間取りだったんです。また襖が閉まっている。この時に気味悪さが少し怖さに変わりつつありました。気持ちがゾワゾワして落ち着かないんです。だけどこの中に何があるのだろう。引き返したい気持ちも少しありましたが、好奇心の方が強かったので、奥の襖をすっとゆっくり開けました。すると、和室の奥に小さな仏壇が置いてありました。それを目にした瞬間、さーっと背筋が寒くなり鳥肌が立ちました。ホラー映画や漫画によくあるようなワンシーンやイメージイラストの光景が目の前に現れたのですから、さすがに怖くなりました。マジか。そんなことを思わず口にして、その場でしばらく動けずにいました。怖いとは思いましたが、それ以上何かを感じることがなかったので、仏壇に近づいたんです。今思うとなぜ部屋に入ってしまったのか。引き返して戻ってきた近藤くんに仏壇があったけど何もなかったよとでも言えばよかったんですけどね。仏壇には位牌が置いてありました。その位牌を見ると位牌には何も書かれていなかったんです。仏壇や位牌などは埃がかぶっていて放置されていたのか汚れていました。もういいだろうと引き返そうとして後ろを向いたら、襖が閉まってるんです。あ、なんで?理解ができませんでした。私は閉めていませんし、閉まる音も聞こえなかったんですよ。心臓の鼓動が急に速くなり始めて、息が苦しくなりました。気持ち悪いので、すぐにこの家から出ようと思って、早足で襖に近づき、開けようとしましたが、開かない。まるで人が力を入れてがっしりと押さえているかのように、襖を横に引けない。ガタガタともせず、ぴったりと閉まっていてびくともしない。え?理解ができませんでした。すると、後ろの仏壇の方から、畳の上を人が歩く音が聞こえてきました。誰かいる?やばい、やばい、やばい。すごく焦った私は、襖を思いっきり切りました。それでもびくともしない。なんとも蹴った。パニックになってきた私は思いっきり蹴ると、ガタッと、襖が大きく外れました。私は襖の間を無理やり通って夢中になって、外へ駆け出したんです。民家から離れた自動販売機まで走ると、地面に座り込んでしまいました。ようやく息が整ってきたときに、携帯が鳴り鳴らました。飛び跳ねるくらいびっくりしましたが、液晶を見ると、近藤くんからの着信でした。どうだ?なんかあったか?冗談じゃない、本物だったぞ!と2階で会ったことを話しました。ふすま閉まんのマジか?俺も行ってふすま蹴飛ばしていいか?と笑いながら近藤くんが言うので、どうなっても知らないぞ、と私は苛立ちながら言いました。で、あいつだけどさ、不調を訴えていた高野くんを家まで送ったところ、体調がさらに悪くなってしまったそうです。
そのため食事など買いに行ってやらねばならないと言っていたので、すぐに私のところへ迎えに行けないと。私は、あ、そっか、大変だけどそっちお願いするわ、自分でなんとか帰るよと伝えて、その日は解散になったんです。タクシーが都合よく来ないので仕方なく駅へ歩き出しました。駅へ向かう途中、その民家の近くを通らないといけないのですが、見ないようにと思いながらもちらっと見てしまったんですね。すると2階の仏壇の部屋の窓に人影が立っていたんです。怖くなって私はその場から全力で走り出し離れました。見るじゃなかった、あいつずっとこっち見ていたんだ。しかしそれが追ってくることはありませんでした。その後、熱を出した高野くんは1週間ぐらい熱が下がりませんでしたが、なんとか回復しました。車を運転している近藤くんは結局民家へ行きませんでした。私は二度とごめんだと断ったので、一人で行く気にはならなかったみたいです。それから私が上京しまして、しばらくしてから近藤くんからこんな話を聞きました。近藤くんは知人たちに民家の話をしたそうです。その話を聞いた近藤くんの知人たちが民家へ肝出し練習に行ったそうなんですが、その帰りに事故で亡くなったそうです。その亡くなった知人は何を考えたかその遺灰を持ち出してしまったんです。あの仏壇の部屋で仏壇を叩いたりと少し荒らしてしまったそうなんですね。私が2階であった出来事を聞いたため、そのような行動を取ったんでしょうか。で、この話は終わりなんですが、それからかなりの月日が経ちまして、今回この話を思い出していたとき、Google マップやその航空写真でその民家のあった場所を見たんです。民家はありませんでした。代わりにその民家が建っていた場所に小さな墓地がありました。よく見ると墓石と塔婆が見えます。畑の真ん中にポツンとあって、どこか寂しいような、かわいそうな、そんな感じがしましたね。私が仏壇の部屋で耳にした足音は、その家で亡くなった人の霊なのでしょうか。終わりでございます。動画のご視聴ありがとうございました。